デロリアンタイムマシン。おい、マクフライバックトゥザダフューチャーのタイムマシンで、この車めちゃくちゃ活かしますよね。俺も映画の影響でちっちゃい時からこの車好きでね。大金持ちになったらこの車買うって決めてるんですよね。デロリアンの DMC12 をドックブラウンかタイムマシンに改良した車で、なんでデロリアンしたかっていうと、ステンレスボディがちょうど良かったのと、どうせ作るならかっこいい方が良かったかららしいですね。ただ実際ロマン壊そうですが、ステンレスの外側だけ、中身は FRP ですね。搭最初の機械いくつかあるんですが、一つは次元転員装置。男のロマンですよね。博士がトイレで�けて頭を打った時に開いた構想を こいつを作動させるためには1 2 1 5トの電力と8 8ルの速度が必要ですね。ちなみに本来はワットじゃなくてギガワットらしいんですけども、客の段階ちょっと間違えたことらしくて、それでワットになってるみたいですね。2つ目がタイムサーキットで、タイムトラベルの時刻と日時を設定する機械なんですが、あのボタンを押すとこの音がまたロマンですよね。ちなみにこいつの回路は日本製のマイクロチップが使われてるらしいですよ。で、3つ目が小型原子炉。タイムトラベルは8 8ルの速度と 1.215W っていう雷気の電力が必要なので、これはプロトニウムの燃料核分裂反応を起こして電力を確保しようっていう話ですね。で、このプロトニウムとは 今では一般的に買えへんし、この 1.215W っていうのは、現在の原子力発電所の1基分の電力に相当するらしいので、なかなかアない橋渡ってますよね。ほんで、これはおそらくなんですけど、エンジンも変わってるはずですね。こそ,そもメーター変わってるし、デロリアン自体が140キロ、そのすぐ出るような車じゃないので、そこら辺も改良されてるんでしょうね。で、パート2のデロリアンに関しては、小型原子用の代わりに、ミスター・フュージョンっていうのが付いてますね。こいつは未来の装置で、ゴミを分子化レベルのよ、ね、分解して、核融合反応を起こして電力を確保するっていう装置ですね。ただ、ゴミやったら何でもいいってわけじゃないらしくて、毒がこうやってアルミスチール瞬かを見てましたよね。あとパート2からは空を 飛ぶ機能ホバーコンバージョンが付いてましたよね。一応未来では既存の巨大車にも付けられて燃料はガソリンの使われとってサイボーサと同じくマイクロチップで制御されてるみたいですね。ちなみにこの車どこがいじりすぎて未来の法律に違反しておらしく余裕で違法改造車らしいですよ。まあ違法改造車だったとしてもこの2のデロリアンっていうのが一番人気があるらしいですね。パートスリーのデロリアンに関してはもうこれ進化っていうよりかはもうあっちゃこっちゃ壊れていって退化っていう感じになってしまっててマイクロチップが壊れたから真空管を代用してタイムトラベルはできるようになったんですが空飛べへんくなってワと一緒で陸を走るしかないって感じになってるんですが。 インディアンに襲われてガソリンタンクが泣けられたりとかガソリンと代わりにウイスキー突っ込まれたせいで燃料噴射装置がぶっ壊れてもうたり自走不可能になってもうてケツから機関車に押してもらうはめになってますねちなみにこの時に出てきたインディアンっていうのは本物のインディアンらしくてで騎兵隊の方は西部劇とかそういうのが好きなコミュニティの人らしくて馬から服から全部自前で前やったら現行のインディアンの人よりも馬の扱いがうかったらしいですよすごくないっすかまあ、ちょっと話がそれちゃったんですがそれ以外にもね紹介する機会とかもあるんですがもうこれ以上ね尺が長くなりすぎるんでこんなふうにしといてとりあえずタイムマシーンデロリアンは男心をくすぐり 今来る車ってことですね僕はねユニバンニャル8人乗りのデロリアンしか乗ったことないんですけどもいつかね自分で買ったデロリアン乗ってみたいですね。